皆様ごきげんよう、ココ大野でございます。はい、今回は本日、発売開始になりましたマッチボックスさんのジャーマニー、はい、ドイツ車シリーズですね。それの、1台2台ね、もう一つカルマンギアも手に入れたんですけどね、皆様からこのメルセデスベンツ、ウニモグをね、ウニモグのトラックを紹介してくださいということだったので、リクエストにお答えしてこちらからね開封していきます。でここにね今出てるのはね、もう皆様よくご存知のねベンツの 500E、 はい、こちらですね。これはホットウィールです。でこれは、ゲレンデワーゲン G クラス、これは、トイザラスさんの、ウィリーっていうね、やつです。はい、こちらもねなかなか250円でいい作りです。はい、ということでね、早速パッケージを、スマホを横にして見てもらいましょう。ギュイーンとねスマホを横にしてください。そうするとねもう綺麗にすごい見れますんでね。でね、大野がねあれと思ったのが、これね今日発売で店頭に全然並んでないはずなのにね、ここがなんか結構ね汚いっていうか、あれれみたいな、こんなもんかみたいなね。まあいいんですけどね。はい、こんな感じです。表がこんな感じで裏はこんな感じですね。まあ、マテル3系のねホットウィールとかもそうですけど、英語表記に、日本のマテルさんがシールをね、日本語表記のシールを貼ってるっていう形ですね。はい、でこれはベンツのマークが全然三ツ矢サイダーがないですね、パッケージにね。普通は大体ね、まあこのね普通に戻します普通のねこの三ツ矢サイダー三ツ矢サイダーじゃないんですけどね、スリーポインテッドスターっていうのかな。はい、それをね大体ね許してますよということで大体あるんですけれども、なかったですね。はい、ということでね、まあ、早速開けていきましょう。はい、大野開けで開けます。大野開けはこの表の透明部分をカットしませんで、裏を、ちょっとだけカッターの刃を出して裏側をコの字にカットしていきますね。コの字にカットして後でね蓋のようにして出し入れするというやり方です。でこうきまして、ここでね、ここで刃が当たって止まります。で抜いて、こっからね、ちょうど刃が当たってますんで、こっから下にグッといくとね、そうするとまたここで刃が止まります。でこれで今こう L 型にね、まあギリギリまで行ってなかったんで、こっからギリギリまで下まで行ってね、ここで止まります。で止まったところで抜いて、ちょっと刃が出すぎですね。これぐらいでいいです。で下まで、およいしょ、下までグイッとね、ここまでいったら刃がねここ見えてますかね、止まります。はい、それでこれ今ねここがコの字にカットできました。この字にカットして、そのままねグッとこう開きたいんですけど、こうそのままここにね手を添えないで開くと、ここのね接着剤が剥がれてバリって時があるんで、ここに必ず手を添えてからグイ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 と折り曲げてくださいね。それでここのねギリギリで折り曲がってるでしょ。でこれで開閉ドアになりましたね。でこうやってグッて閉めちゃえばね、ここが摩擦でねなかなか開きにくいんですよね。あ、開いちゃうねまあこういう感じでねドアにします。で横からスロット出てくると、でグッと閉めてね、閉まってしまえばこう開けてないように見えますね。ブランブランしませんので、ぜひ大野開けね、まあ大野開けじゃなくてもね、自分の好きなやり方でもうバリッと破ってもいいですね。前回だったっけな、こういう何でしたっけ、なんだっけ、スピードシティね、なんかはね、あれですよ、もう安いですからね、250円ですから、もうバリバリってね、もうこのケースはいらないって感じでね、破った方が豪快でいいですよね。はい、まあとそんなこんなは置いといて、2倍にしましょう。2倍にドン。はいね、これホイールがねもうちょっとこうなんか
これちょっとテカリすぎですよね。ホイールがなんかアンバランスな感じがします。このなんかいかにも商業トラックみたいなね、もう多目的トラックにしてはこうちょっとね、ちょっとアンバランスな感じはしますけど、あ、いいですね顔つきね。あ、ここのね周りもちゃんとシルバーに塗られてて、まあヘッドライトですね。で本物はね確かここがマーカーっていうか、あのウインカーなんですよね。ウインカーだからここオレンジに塗ってやってもいいかもしれませんね。あ、ちょっと残念なのがね、ここ三ツ矢サイザーの担保がないから、こうまあ形状がすごいこうね、あのしっかりしてるんで、塗ってなくても着色してなくてもあのベンツのマークはわかるからいいんですけどね。でこっちの横も同じですね。これはなんとなくあれかな、木の感じを出した感じで作ってるのかな、まあそういうわけじゃないのかな、荷台がね、なんかそういう感じも見受けられますが、っていうかね、塗装はオレンジなんですけど、ここのね凹凸とか、まあ他の凹凸もこうしっかりできてるのもあるんですけど、あの塗装のね濃度が薄いですね。だから割とこうしっかりこうこの溝が見えるというかね、わかりますかね言ってること。すごいこうあのよくベターっとこうね普通のやつになってるんですけど、ベターっとした感じがしないですね。かなり薄い塗装ですこれ。で後ろもね、あ、これ昔よくベンツのあのなんだっけ、テールランプもこういうのありましたよね、こうデコボコっていうかね、あのレゴみたいなわかりますかね、このテールランプはあのベンツのねやつにもありましたよね、よく似てますね。はい。あ、でねこれ今ねシャーシのこのシャーシの部分はプラスチックで、あ、ここのね、黒い部分ももちろんあのプラスチックですね。でボディっていうかこの橙色に塗られてるところが、オレンジ色に塗られてるところがダイキャストですね。でまあ運転席と助手席のガラスは開いてる感じですね。はい。まあガラスが下がってる状態です。で今ねこれ後ろ見てる、裏を見てるんですけどね、これあの3層構造になってるんですよね。オレンジの、ボディ金属ですね。でプラスチックの黒の部分、それをサンドイッチしてこの、 あのグレーのねシャーシの部分ができてますけどね、これねわざわざこの色を変える必要なかったんじゃないかなと思うのは思いますね。っていうのは真正面から見た時と、こうやって後ろ真正面の時はねそんなに感じなかったんですけど、こうやってねあんまり感じないんですけど、裏の時ねこの後ろの時にここがねあまりにもこうプラスチックプラスチックみたいなね安っぽ感が出るんで、これはね黒の方が良かったんじゃないかなと思います。まあ外国のミニカーにありがちなね、ここにこうあのなんていうんですか、後ろにねあのトレーラーをもっと引けたりするここ牽引のねあの部品がついてる形なんですけど、これがちょっとね黒く着色してやった方がこう締まりますよね。ここが本当になんかおもちゃ感が丸出しになっちゃってますんで、まあ大野はねよく写真をあの綺麗に撮ってあげたいなと思うんで、ジオラマでね、その時にやっぱここ着色してないとこう目立ってかっこ悪いですよねこの状態だと。まあフロントもやっぱ塗ってやった方がこれはかっこいいでしょうね。そんな気はします。で、ベンツのマークはねこれ自分で塗るのはかなり難しいんで、大野のね必殺のやり方で着色するのではなく、千枚通しかなんかでねこう擦ってあげて、であの下地の汁、下地のね金属の色、ダイキャスターの色を出して、まあベンツのマークがねよりはっきりするようにしてあげるといいとは思いますね。まあ全体の作りはねやっぱマッチボックスさんなんで、リアルな車をこう表現するっていうことをね一番最初からやってるメーカーさんなんで、いいと思いますかなりね。
で、大きさ感なんですけど、実写をね大野は見たことがないからわからないんですけど、このホットウィールのベンツに比べるとね、かなりこじんまりとしてるんですよね。だからね、本物のトラックはもっと大きいはずなんですよね。だからこのホイールベースは、まあ、ベンツの方が長いかもしれないんですけど、大野の予想では本物のやつはもっとこうベンツと同じぐらいの長さはあると思うんですよね、ホイールベース。それとこの幅にしてもベンツより若干狭いっていうのは、まずちょっと縮尺率がね、こっち側のが縮尺が率が大きいから、こうこじんまりしてますね。あのもう本当にこっち側とかに比べるとね、ちっちゃいんですよ、ボディはね。だからやっぱトラック系ってやっぱり普通の車よりガツンとこうね、でっかい感じがしますので、まあ表から見てこうやって並べた時にはそうでもないんですけどね、こうやって持った時もね、これボディもね軽いですしね、まあ黒い部分がプラスチックなんで、いっぱいプラスチックが使われてるからっていうのもあるんでしょうけどね、軽いしちっちゃいしね。ちなみにこっち側のゲレンデワーゲンはね、これもね縮尺率がちっちゃいんですよね。まあこれと並べたらなんとなく雰囲気はね、いい感じにこう縮尺率が両方ともちっちゃいんで、いい感じになりますね。このホットウィールの赤のね、赤のベンツっていうか、これ銀もあるし黒もあるんですけどね、黒のベンツがもうめちゃくちゃ売れてますね。一番売れましたね。でこの赤のホットウィールのベンツはね、未だにまだアマゾンで売ってますんで、まあ赤でもいいよって、 500E がねベンツ欲しいなと思われる方はね、概要欄にもねリンク先貼っときますんでね、まあまだ買えますよ、確かまだ売ってたと思います。はい、ということでね、今回は、メルセデスベンツのウニモグちゃんのご紹介でございました。いかがだったでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。ということで、ごきげんよう。皆様ごきげんよう。追加動画でございます。ここのね、三ツ矢サイダーのベンツマーク、はい、こちらをねちょっと削ってね、シルバーを出してあげようかなと思います。これ千枚通しですね。はい、で2倍にしましょうかね。2倍にドン。はい、この部分ですね、この部分を削ってやろうと思います。うまくいくかどうかね、ちょっとやってみましょうね。よいしょ。なんかね、これ塗装が割と薄い感じがするんですよね。これこうやって横にすると無理かな。カッターの刃とかの方が削りやすいかもね。カッターの刃の逆側、ここで削ってやった方が。あ、今だいぶ出てきたの分かりますかね。これの方が正解ですかね。この方がいいですね。あのね塗装が薄いんで、そんなにね強くしないでもね、綺麗に剥がれますね。これはかなりいい感じですね。まあシルバーを塗るよりもまず間違いがないというか、こうこれだけね凹凸がしっかりしてれば、今削りカスがあるから、今ちょっとあれですけど、こうやってねカッターの裏側の部分でね、塗装がねかなり薄いからね、あんまり力入れなくても結構綺麗にね剥げますね。いい感じ。で、これをほらいい感じじゃないですね。ちょっとここ最初に千枚通しでキュンキュンって向こうまで行っちゃったんであれですけど、まあこれでだいぶ
パッと見がね、あのドイツの、ドイツじゃないベンツのマークがこう見えやすくなったんでいいと思いますが、皆さんどう思われますか。はい、もうちょっとねこう削ってやろうかな。これねあんまり後追いしない方がいいんですよね、本当はね。最初の方がねうまくこういってる場合が多いんで、あんまり後でねこういろいろしない方がいいんですけど、もうなんかねなぞるだけでかなり励ますね。こう力入れなくてこうなんかなぞるわかりますかね、なぞる感じ、ここをねただ単純に、うん、いい感じじゃないかな。ここがなんか凹凸があるのかな、下の部分が本当は綺麗になってるのにここ凸凹になってるのかな。こっち側からこう光当てたらちゃんとなってるのに、こっち側から当てたらなんかこう色がちゃんとついてない、いや色っていうかハゲてない感じですよね。まあ綺麗になってるんですよ実はね。あ、ここにハゲたね塗装がいっぱいこうついてますけど、うん、これで全然ね、ここのあのベンツマークができただけでもね全然いい感じでしょね。ということでこれがプチ整形ですねということでね、はい、追加動画でございました。ぜひねこの千枚通しだとやっぱりねちょっとこれ細かすぎてね、伝わらないあのモノマネみたいな感じになりますんで、細かすぎるんでね、こっち側の平べったいところの、歯の方じゃないですよ、ここの歯の方じゃなくてここのね、ちょっとこう裏側っていうかね、はい、地球の裏側で、いやカッターの裏側の刃の裏側でね削ってあげてください。でこれね凹凸がしっかりしてるんでギューギューってしなくてもねこう簡単にこう塗装もね薄いんであの綺麗にいっちゃいますんでね、はい、いい感じに仕上がりました。はい、ということでごきげんよう。高野チャンネル。